型、エブリワゴンの新型の初期型は本当やばかったもん。後からだってリーダーからさ注意書き来たんだもん。あの坂道発進の時には後ろに後転する後転するんでサイドブレーキ引いてください。普通に離してペッて押すと後ろにグワッて下がっちゃうの。あのミッション車と一緒の感じで、ハンクラの下手なミッション車みたいになるから、うん、だからうち左ブレーキやから、ブレーキ踏みながらアクセルでなんとか圧を与えて、それでなんとか踏みとどまってたけど、怖っ。それはすぐにミッション系のところが改善されて、マイナーチェンジみたいな形で1年後ぐらいから良くなったんだけど、でもめちゃくちゃ運転しにくい。ミッション、トランスミッションを、なんかセミオートみたいな形にして持ってくるっていう。そうすると燃費効率が上がるもんで、結構単純なシステムで。だからミッション車乗りの人の理由の一つに燃費を上げたいからっていう人も多いからね。ミッション車はどっちにも触れるから、自分のちゃんとドライブスキルができれば燃費はちょっと悪めにガンガン飛ばすっていう方法もできるし、逆にエコドライブしやすいのもミッション車だと。ハンクラとかそのあたりとかミッションの切り替えのタイミングとかそのあたりをうまいこと回転数を、自分でうまいこと調節しながら先の道の状況を見て、じゃあ回転数を3000以上にしないようにうまいこと調節しながらミッション調節したりしていくと燃費5キロくらい変わる。ノンマル車より絶対的に伸びる。基本的にはオートマって、オートマで回しとる以上多少の、無駄ができるのさ、エネルギー、運動エネルギーに、はい、だけどミッションってのは基本的にガチガチに噛み合うから、そこに運動エネルギーのロスが生まれやんのよ。でそこのいいとこ取りをしようとしたのがあの NBOX。 だから確かに結果燃費は伸びるよ、伸びるんだけど、うんって感じだ。だからやっぱし田舎、片田舎に行くと最強って言われるあのタイタン、あの辺りはやっぱディーゼルの2トン車はやっぱそこの力が全然違う。それがディーゼルだから。本当エンスト制御、もうクラッチもスリスリスリヘッドってさ、クラッチの位置さ探しながら最初乗るやん。ここみたいな。かなりスリヘッドとかカクッてつながるけど、それでも坂道走って2速とかでやっても、荷物後ろに乗っ取っても2速走りでカクッてつながったら、そっからトルクでグワッて持っていってくれるから、なんとかなるのはなんとかなる。最初ビビって2速でやっとったら、もうちょっと坂道緩かったらもう慣れた人3速でやってたもん。俺も加速が弱いからな。登山入らねえの君。嘘だろ。それはどうかな。それは左に寄るべきじゃないかなって僕は考えるんだ。同じ企画のやつでも、マツダのやつだと、だからディーゼル車だから、そこにトラブルグイッて変えるんだけど、あれ、トヨタはあれ、多分ガソリン車なんだよな。ガソリンだよな、あそこディーゼルないもんな。あれ、だからガソリンだと、全然、すっぽんだ。本当田舎みたいな、特にうちの場合はさ、ちょっとこの間やったけど、農道やっとったやん、もうだから、ね、未舗装のところもどんと来いやん、農地の中に入ってってさ、お茶にかけるネットを拾ってってやるけで、あんなもう、ネットの回収中に雨なんか降った日にはもう最悪やったもんな、あっちの軽トラの方やと。うん、トルクねえか
コンエンスト、スコンエンストもうやだって同じようなところでも2トン車やったら自重があるから沈むやん。で積んでる量も多いから積載量も多いから沈むやん。で同じような状況を作ってもそうするとガソリンだと今度もうトルクがないからエンストしちゃうのよ。トンとつないでもだけど外からディーゼル車だったらグイッて回してくれるからグイッて出るのよ。やっぱディーゼルってそういうところは強いじゃん。全然強い。改めてああやってディーゼルと軽トラを取り比べてみたら、なんか軽油とガソリンって結局何が違うんだよ。オクタン化とかいうやつではないんだ。オクタン化が違うのは廃油飛んでいくじゃん。軽油とは軽油とあのガソリンは基本的に要は内燃機関やから中で燃料を燃やしてそのエネルギーでピストンを回転させるやん。エンジンの仕組みは問題はどのように爆発させるかなんですよ。でエンジンの場合は発火点が低い。あごめん、ガソリンの場合は発火点が低い。だから点火プラグでポンってやったればつきやすいから点火プラグであの電装のスパークリングとかね、あるやん。あれで点火をさせることによってエンジンを回すんだけど、ディーゼルは発火点が早い。圧縮した時に発火する、うん、であの点が低いもんでこの圧縮を使って発火させるんです。基本的にはこれがトルクを生む。だからディーゼルで電車の代わりに使われるのはディーゼルカーや。鉄道で使われるのは、まあ、ガソリンカーも宣伝はあったらしいけどね。あのちっちゃいの簡単に作れるから。ディーゼルの方がタブレット作れる。やっぱし圧でやるから、うん、点火プラグでやるやつって大きさの限界があるわけさ。圧でやるやつってでっかいエンジンも作れるわけさ。でっかい気筒でもその分圧が生まれたらそれで発火してくるから、だからでっかいのバッコンバッコンで動かすときにバッコンの勢いができるからでっかいと。ディーゼルエンジンはそれのでポンポンと持ってってくれるから。やっと席取れるね。やっと席まで来たよ。あーなんとか午前中には帰れそうだね。車線増やすコースかな。
んかの影響とかかな、多いけどな。モーターの長所があるのはある。ただ今のストラテジーでやっていくと、まあ、絶対負けるのよトヨタが。どうすんだろうなと思って。日本ではなんとか頑張って前線できても、もう欧州では絶対もう差別できなくて、見た一問も売れなくなっちゃうから、トヨタはそのままだと。どうすんだろうな。本気でガソリン車全部なくしたいんだから。 EU って唯一本当数少ないEU 諸国が団結できる利害関係って ここなんだわ。脱エンジンだね。ドイツだけがあれだけどね。気をつけないと。